はい、ってことでね、チェックアウトなのかな、まあ、してきましたけど、まあ、見ての通りね、車利用がね、メインのやっぱところになってきますよね。で、もうここ出てすぐのところにね、バス停自体はあるんですね。もう本当に目と鼻の先、これですね、米の口みたいですね、これはこっちの方にね、行くやつなんで、私が乗りたいのね、大垣の駅前の方はこっちの方なんで、ね、そうするとね、ちょうどあの、ゲオさんとか、スタのね、スタミナ太郎とかが見えるあの辺りに乗り場があるみたい。ちょっと離れてるんですね、交差点の手前に、あれでしょうね、ちょっと作れないっていうことでしょうね。結局ね、料金はね、3500円ぐらいだったかな。そうそうそう、なんやかんや、この時間まで使うと結局、まあでも駅前のところでやったら多分結構4、5000円してくるんで、まあそうしたらビジネスホテルとあんま変わらんやないかっていうね、ところになってくると思うんですけど、まあ郊外なんでね、やっぱ1000円2000円ぐらいは安いかなと思いますね。12時間パックの利用になりましたね。まあ9時から7時っていうね、もう8時手前まで、いましたんでね。ですから、ないと8時間パックでね、済ませてよっていう時はね、遅めに入店するかね、あれなんですけど、まあ電車利用の場合はね、ですからどっちかというと朝の始発に合わせる方のがやりやすいのかなとは思いますけどね。まあ、車の場合でしたらね、早めに出て、ね、対応してということもできますしね。で、渡ったすぐね、前のところに、ありますね、米の口。ね、建物いっぱい、営業施設もいっぱいありますからね、ニトリもあるし、豊かもあるしね、米の口ってことで。次は月捨てってなってますけど、月捨てでいいのかな、こんな感じらしいです。平日は本当多いですね、8時台9時台も4本ずつ20分に1本ぐらいか走ってるわけですもんね。すごいな。え、もうこっちの方もね、大垣駅前行くやつ7時台は1時間4本あるみたいですね。で、この55本発になるのかな、今から乗るやつは。ということで、この、市民病院前、寺内町でいいのかな、経由の、大垣駅前のね、名阪近鉄バスです。この辺りはね、そう、名阪近鉄バスなんですよね。旧近鉄圏だよっていうのが分かりやすいですね。名鉄バスじゃないんやなというね、辺りの乗ってこうと思いますよ。まあ、で、目の前が、あ、やってるんですね、テイクアウトの超盛り弁当500円。安いですよね。まあ、スタミナ太郎がビュッフェ系ね、食べ放題のバイキング系の店はどこもだいぶ、苦労してると聞きますけど、一番苦労してるのがどうもスタミナ太郎みたいですね。要は昔ながらのね、ね、いわゆる、シンプルな作りにすることによってね、コストを安くすることによって、低価格帯で提供しますよっていうのが売りだったんでね。そうそうそう、まあ、低価格帯なのはね、今の、ご時世では当たるのは当たるんですけど、それ以上に、いえ、感染予防しないといけませんよって言われちゃいましたんでね、あれは厳しいですよね。そうそうそう、ただそれで不景気になってるから、世の中全体で言うと低価格帯の方が、売れるっていう、すごい矛盾に直面してますけどね。ちなみに路線図はこんな感じみたいですね。今いるのがここでね、で、まあ、こっちの方に目に向かって大垣の駅前行くんですけど、岐阜の羽島駅とかの方に行くやつもあるんで、和の内とかあっちの方通ってくんだ。へえ、結構な距離走るな。で、海津の市役所まで行けるんだ。へえ、まあまあな距離を走りますね。へえ、そう、これが言ってたですね、スタミナ太郎がここでしょう。昨日の言ってましたけど、もうそこなんよね、焼肉キング。えぐいなこの立地。絶妙ですよね。
スタミナ太郎、あ、でも手前の方のがいいのか、スタミナ太郎がいっぱいあった時にそのままじゃあそのスッとこっちにね行こうかみたいに、なっちゃいますもんね、でもセオリーだと通りの手前側の方のがいいんですよね。まず自分のところが埋まるから、難しいところなんですけどね、とはいえまあこのだけの条件で立地してくるのはさすがやなというところですよね。で奥にびっくりドンキーとかもありますね。でこの通り曲がったところにはね、もういろいろありましたし、特命なんかもありましたね。モスバーガーなんかもありましたね。ただコンビニはちょっと離れとるのね、ここ。あそこまで行かんとコンビニがないね。一番近いのはあそこかな、コンビニもと昔サークル系やったところかな。そんな感じ。この大きいサイズの専門店ってなってますけど、すっかり売ってるものがマスクなんで、マスクストアってもうマスクストアって書いちゃってるもんな大きいマスクが売ってるのかな普通のやつっぽいけど、50枚で490円だから、まあ、確かに安いんですけどね。どっかにスーツないの？あ、一応ここにあるね。ワンオーダースーツね。はいはいはい。ね、一つぐらいの会場行ってもらわんと何の店かわからなくなっちゃいますからね。お、やった。あれか。これに乗ったらいいみたいですね。よし。さあやってきましたね、大垣の駅前までね、乗ってきましたよ。いや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 、楽しいバスですね。であれなんですね、近鉄バスさんはIC カードは対応してないんで、現金をね用意しとかないといけませんからね。それだけはちょっと注意点で必要かなというところですね。ね、対応しなかったんやなって意外でしたけどね。であれなんですね、駅前そういやアパホテルなんかもあるんですね。やっぱ大垣は便利ですよね。利用者も相当多いでしょうからね。であれですね、バスに乗ったんで初めて知りましたけど、ちなみに駅前こんな感じね。ずっとーんと十六銀行が今これ目立ってありますけど、やっぱね大垣といえばね、ここは有名ですね。大垣共立銀行ね、これはもう地銀の中でも成績がね非常に財務指標とかもいいっていうのとね、いろんな面白い、戦略を取ることで、有名な、銀行ですよね。十六銀行よりもちょっと高いですもんね。まあうちの方のが、まあ、大垣といえばうちやぞと言いたげな感じになってますよね。でこの駅前のところのストリートも OKB で OKB ストリートっていう名前になっておって、すごい商店街ずとーんとここまで長いですね。私知りませんでしたですね。靴は町だったかな、なんかそういうところらへんまでねずとーんと続いてるみたいで、バス停でね2つ3つ、先までねずとーんとアーケードのついたね商店街になっとるんで、へえ立派やなぁ。四日市はどっちかっていうと正方形の形してるんでね、諏訪境のところ町全体が、中が、フリーで歩けるような、やつでなってますんで、五番の名城なんですけど、大垣の場合はもうとにかくストーンとまっすぐこの通り沿いに、できてるみたいなんで、これはこれでまた面白いなぁと思いながらね、とりあえずここまでやってきました。大垣駅までね。でこっから、保津見駅までね一駅だけなんですけどね、乗ってこうと思います。前回と違ってね、今回はねそっちに行く目的で乗りますからね。失礼しました。いや
ぱ駅前は充実してますよ。まあちょっとこの時間だと空いてるところは少ないのかな。私ちょっと詳しく知らないですけど、なんかこんなタライブレなんてあるんですね。期間限定4月29日から5月5日。なんかまた場所をゆかりのやつなんでしょうね。で、駅前にね、駅前こんな感じですよね。タラミ鉄道もね、気になるところですけど、今回はそう、ちょっとチャージだけしたかったね。でね、どうもこの8時24分発の豊橋行きのね、新快速でね、どうもあそこ停車するみたいなんで、それで行ってみましょう。あそこ新快速で止まるんですね、便利だな。なんかお得な切符カタログなんてあるんですね。せっかくやからもらっておきましょう。これでいいのかな。まだちょっと時間もあった。ここに出てるね。宮島名古屋。コスモも。あ、全部止まるの。どれ乗っても大丈夫なんだ。あ、岐阜から先は全部各駅停車になるような感じで作ってあるんですね。あ、結果的にそう、コスモ、西岐阜はだいぶ特攻してるような感じがしますよね。このまま乗ったらそのまま豊橋まで来ちゃうのかな。便利ですね。大垣がね、便利だっていうのはね、知ってましたけど、それは言われてみたら同じ本数が止まるわけですから便利ですよね。ホズミもいいところじゃないですかね。で、あの先ではタルミ鉄道ね、タルミ鉄道もね、乗ってみたいところではあるんだけど、